私は社外取締役を2社で務めましたが、えー、取締役会というのは会社が健全な経営をしているかどうかということをチェックする会です。で、そこにおいて、やはり、えー 一つのものの見方だけではなくて、違うものの見方をして、その会社の経営をチェックするということが必要だということと、それからやはり常にマイノリティの人たちの意見はどうかということを確認することが必要だと思っています。そういう意味で女性の取締役の存在というのは、その二つの役割を果たしていると思います。